一般的な認識とは違うんですけれども、日本がですね、第二次世界大戦を戦ったためにですね、世界はですね、それまでの白人支配という大きな枠組みの戦争から脱することができたわけですね。当然、日本は戦争に負けたか勝ったかはっきりしないんですけれども、アメリカには負けてるんですが、イギリスとかオランダ、それから実質的にはフランスなんかとにも勝っておりまして、それが結局ヨーロッパの白人国家の力を著しく弱めた結果ですね、アジアで長く独立戦争をやっていたフィリピン、これはアメリカですね。それからインドネシア、これはオランダです。それからフランス、これはベトナムで、ホーチミンというのが出てきて、それで独立を達成した。それからインドとか、ミャンマーとかですね、シンガポールとか、こういうところはイギリスの植民地だったんですが、それが離れることによって、アジア地区は非常に安定して、民族が独立して平和がもたらされたわけですね。それから、1960年代になると、その波がアフリカにも及びまして、アフリカの1960年って言うんですけれども、次々と1960年代からアフリカも独立しています。まだアフリカは少し社会の進歩が遅いので、内乱が続いているところが多いんですけども、いずれにしても偉大な日本の戦争の成果なんですね。日本の戦争で外地でお亡くなりになった日本の将校や兵士はですね、本当に平和という意味では、人類の宝と言っていいと思うんですね。だから、そういう点では平和を考えるときに、日本軍というものが、素晴らしい功績を残したということについて、それをアメリカがどう言おうと、そんなことは関係ないわけで、歴史的事実として私たちは認識しなきゃいけない。それで、1945年に戦争が終わった後ですね、主な戦争っていうのはアメリカと中国っていうか、支那なんですね。支那っていうところは地域名でありまして、中国っていう国っていうのはないんですね。中国っていう国はしょっちゅう関東草原民進と変わってきまして、最近では中華民国、それから現在では中国共産党という政権がですね、その支那という地域を支配しているわけですね。で、支那という地域はですね、歴史的に長く、中原といいますかですね、揚子江と黄河を中心とした平地の領域であり、北の満州とかモンゴル、それから、西北にあたるんですけども、トルコ人系が住んでいるところですね。それから、チベット、こういうところは支那という地域ではないんですね。現在の日本の歴史教科書が何か間違って、それから社会の地理とか間違って、支那という地域の名前をもう捨ててしまって、中国っていうのは中国共産党の占領地域を示しているので、説明がいちいち大変なんですけどね。それで、中国とアメリカがだけが戦争してると言っても、それほど過言ではない世界になったわけです。それが、冷戦というのを入れると、アメリカとロシア、ソ連ということになりますけれども、熱い戦争という意味では、アメリカと中国だけが、中国というか、支那、中国共産党ですね、中国共産党だけが戦争を仕掛けてきたというふうに言えるんですね。それですから、平和を考えるときは、中国共産党の侵略というのを整理しなきゃいけないわけですが、大体戦争が1945年に終わってからですね、1950年ぐらいに入って、つまり1949年に中国の内乱が終わってですね、国民党、つまり中華民国が、台湾に追いやられたと。で、本土の方は中国共産党が支配をしたと。これはですね、内乱ですから、どこの国でも戦争しながら、政権ができていくってのはしょうがなかったわけですけどね。今では選挙ですが、昔は戦争だったわけで、しょうがなかったわけですね。で、中国共産党は5年ぐらい、4年ぐらいするって、1949年ぐらいからですね、盛んに周りの国を侵略し始めます。それが、例えば現在中国領、中国共産党の支配下に置かれているチベット、新疆ウイグル、
まあ、これはだいたいイスラム教ですからね、全然中国とは関係ないんですけど、それから内モンゴル、モンゴルの南部ですね、それから、満州、これは女真族、女真族、あるいは、まあ、歴史的には、まあ、高麗、高句麗といったですね、あの朝鮮系といいますか、朝鮮、北部朝鮮から、満州にかけての民族の支配地ですね、これを全部侵略しました。今でも占領しているという非常に特殊な例ですね。アメリカのハワイみたいな感じなんですね。アメリカハワイを占領して、ハワイの王族を、まあ、実際行方不明なんで、殺害したとは言えないんですけども、王族を全部行方不明にして、今でもハワイを占領しておりますが、まあ、もちろんハワイには独立運動がありますけどね、まあ、そういった状態を作っている。だからそれで、しかも、日本の社会化とか歴史ではですね、中国という図を見ると、チベットとか新疆ウイグルとか内モンゴル、満州が実は入ってるんですよ、中国領に。だからこれはですね、僕はあの歴史の先生とか社会の先生にお聞きしたいですよ。なんでこんな間違ったことを子供に教えるのって、それであなた平和とか言えるのっていう感じですよね。それでこの4箇所ですね、これはもうひどいことをやってるわけです。チベットはですね、特に武力を放棄したんですよ。今の日本と同じですね、憲法9条みたいのを作って武力を放棄しました。武力を放棄したんで全く抵抗できずに、まあ、中国共産党の軍隊に支配されました。憲法9条が正しいっていうのは、これなかなか難しい問題で、私も憲法9条に軍隊かけて言わないんですけど、憲法9条ので平和が守れるって言った人はですね、やっぱりチベットがなぜ占領された、侵略されたのかっていうことを説明してほしいと思うんですね。多分チベットは特別だっていうかもしれないけど、結構チベットっていうのは長い間中国シナとは違う、チベットがシナの領土になったっていうのはですね、中国共産党が初めてなんですよ。今まで関東草原民進、あ、元はどうかな、ほとんどそのあそこの崖みたいなところがありましてね、それ以上は高地だから、高いですから土地が、だからあんまりそっち行かなかったんですよね。それから内モンゴルの支配ではですね、中国人をどん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 内モンゴルに入れて 50% を超すんだっていうそれつまりも自分がまず軍事力で占領したら、軍事力を占領した後ですね、人をどん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 送って、結果的にそこを中国っていうか、シナにしてしまえっていう作戦を取ってるわけですね。まあ、1978年にはベトナムを侵攻しました。中印戦争っていうんですかね、中印紛争って言いますけど、まあ、これはベトナムに負けちゃったんですよ、中国がね。ベトナムはやっぱ強いから。それからもちろん朝鮮戦争ですね、これも1950年代の前半にあった。これもまあなかなか難しいんですけど、まあ簡単に言うと、やっぱり中国の朝鮮への侵略ということは言えるでしょうね。まあ、それでできた国、北朝鮮が今でもちょっと日本を苦しめたりしております。まあ中ソ国境、これも随分紛争がありましたし、中印国境、インドとの間ですね、これも随分紛争がありました。つまり中国共産党というのは侵略主義であってですね、せっかく日本が戦争してですね、アジアに平和をもたらしたのに、今度またですね、自分が占領するよっつって、だ中国人っていうのは実に、まあ、僕から見ると悪いけど、中国人に汚いっていう感じなんですよ。つまり日本人は白人と戦ったんだけど、中国人は白人とは戦わないんですよ、アジア人と戦うんですよ。だから中国はアジアの中心だとか中華思想とかいうか全然違って、それアジアの中心で文化的中心だったらいいですよ、そうじゃなくて国が大きいからって軍事的にアジアの国は痛めつける、だけど白人はちょっと 俺戦うの嫌だからつってやめるって言うんじゃですね、それはアジアの名手つったって、それは誰も中国嫌いになっちゃうんですね。だからみんな中国嫌いなんですよ。まあ、日本は少し惜しいことしたんですが、まあ、基本的に日本のやり方っていうのは、アジア人とは戦わず、アジア人に独立をもたらし、白人と戦うって基本的態度ですから、まあ、これは僕は評価されていいんじゃないかと思うんですね。まあ、いずれにしても現在の平和を考えるときに、まあ、チベットがなぜ現在占領された状態にあるのかということを、まあ、
研究し議論する必要が非常にあるということですね。